皆さんこんにちは、アパレルオです。今回ご紹介する商品はパタゴニアのライトウェイトシンチラスナップティーのプローバータイプをご紹介していこうと思います。こちらね、無地の方はね、結構前にご紹介してたんですけども、こちら新色の柄の方ですね、これがね入荷しましたので改めてご紹介していこうと思います。まず簡単にディティールなんですけども、もう本当にねアウトドアシーンでも日常シーンでも大活躍間違いなしのフリースのアイテムとなってまして、暖かく丈夫な中肉ぐらいのリサイクルポリエステルフリース素材を使用したパタゴニア定番のスナップティープローバーの軽量バンドと思っていただければいいかなと思います。袖口と裾に型崩れしにくく、耐摩耗性を強化するポリエルタンの縁取りがついてますので、もう本当にねしっかりとこうそこから風の侵入というところも防いでくれますし、まあ、何よりもねこうフィット感を高めてくれるっていうのはねすごくプラスなメリットかなと思います。左胸にはナイロン製フラップ付きのスナップ留めボタンがついていまして、カラーによってはねフラップの色が変わるっていうところもね一つポイントとなっております。で今回のねこの総柄のタイプなんですけども、一見ね見た目かなり派手そうなんですけど、実際着てみると意外とねコーディネートにしっかりとはまるような感じとなってまして、まあパンツをね本当にシンプルに、パンツをというか、まあ、このトップス以外ね全てシンプルにしていただくと、よりこの柄っていうところが引き立ってかっこよくスタイリングが決まるんじゃないかなと思います。でこちらがね実際着用してるんですけども、163cm 54kg で今 S サイズを着用しております。中にはねロンティー薄いロンティー1枚だけ着てるんですけども、まあ本当にねそれでもう十分、ジャストぐらいのサイズかなと思います。まあ特にね身幅であったり肩周りであったり窮屈感を感じることは全くないんですけども、まあ個人的にはねちょっと緩めなパンツが多いですので、もうワンサイズ上でも全然いいかなと思うぐらいの感じなんですけども、まあもう普通の S サイズよりかは全然サイズ大きめだと思っていただければいいのかなと思いますので、まあ物にもよるんですけども、まあほぼねパタゴニアの製品に関しましては普段選んでいただいているサイズのワンサイズ下選んでいただいて、まあジャストサイズに近いような感じのシルエットが出せるんじゃないかなと思いますので、まあどうしてもねちょっとサイズが気になるよって方はねやっぱり試着していただくのが一番間違いないかとは思うんですけども、まあそういったねサイズ選びの少しでも参考になればなと個人的には思います。あんまりね僕個人的にも普段こんな総柄のアイテムというところはねそんなに着ないんですけども、実際ちょっとねこうやって着てみると本当に新鮮さもあって、まあ、この上にね黒のアウターとか羽織った時のこうなんていうんですかね差し色というかワンポイントにもこうなりやすい柄となってますので、意外とまあ何個もいらないですけど一つぐらいあってもいいのかなと感じるような感じ、柄でしたね。まあ、特にねこのシンチュラシリーズはねすごくこう着心地が良くて本当にこう温かくてめちゃくちゃ使い勝手はいいかなというところと、このねハーフネックというかこのプルオーバーのタイプのこの首の長さっていうところもすごく絶妙な感じかなと思います。個人的にはね結構首が短いんで結構こういう襟っていうのは顔に当たること多いんですけども、まあこれに関しましてはねそんなに当たってもこう嫌な感じはしないというか、まあ、ちょっとね先端の部分だけ顔に当たると少しこう違和感というか感じる部分はあるんですけども、それ以外はね本当にもう普通の首の長さの方でしたらもう全然何の窮屈感もなく着ていただけますし、まあ、ちょっとねフロントのボタン開けて襟を折っていただいてっていう着方でも全然いいかなと思います。あとのね保温性であったりとか、まあそういったねこう着心地の良さっていうところはすごく個人的にはおすすめできるアイテムとなっておりますので、まあ本当にあとはサイズ感だけですかね。だいたい170中盤ぐらいの方で、まあ普段 L 着てらっしゃる方で、まあこの M サイズを着ると、まあジャストサイズに近いような感じのサイズ感でお使いいただけるかと思います。で、一応おさらいというわけではないんですけども、過去にご紹介したこちらシンチラジャケットの方ですね。まあこれはこれでね、本当に脱ぎ履きがしやすいというフルジップのタイプとなっております。素材感とかはね、全く一緒のタイプとなりますので、あとはね、もう被るか前を開いて羽織るかっていうところの差にはなるんですけども、まあ個人的にはね、こういったタイプの方が、まああったら便利そうな感じはするんですけども、まあそれはね、それぞれこう使うシーンによって変わってくるかと思いますので、まあそれでタイプ別で選んでいただいてもいいのかなとは思いますが、まあこちらはね、本当にこう色も綺麗ですごくね、便利なアイテムだと思います。これもね、本当にミッドレイヤーとしてもすごく重宝するような形となっておりますので、まあ気になる方はね、ぜひぜひチェックしてみてください。個人的にはね、このオートミールの色がめちゃくちゃこの配色もかっこよくて、シンプルで使いやすいかなと思いますし、まあ、こんな感じで着ていただいてもこうパンツのね太さも色も選ばないような感じのアイテムとなっておりますので、すごくね便利かと思います。
ちょっとね開けてきてもねそこまでこう広がりもないですし、まあ、こっちはねポケットもついてますので、まあ、手が寒い時とかねそういった時にも、すごく活躍しそうな感じだと思います。前のジップを閉めると結構身頃の部分とかは程よくスッキリ感も、プラスされるかと思いますので、まあ、この上にねダウンベストであったりとかもう本当にライトアウターとか、羽織っていただくだけでも全然なあの11月12月とかは余裕で過ごしていただけるんじゃないかなと思いますし、なんといってもねこの流行り廃りない形っていうところがね一つ、重宝する理由となりますし、もちろんね春先もお使いいただけるような感じのカラーもありますので、まあ、そういったところを踏まえてね年間通してお使いいただける期間というところも非常に長く使えるんじゃないかなと思います。まあ、これでね M サイズ着てるんですけども、まあ、このぐらいの緩さでもね全然あのだらしなくないかなと個人的には勝手に思ってるんですけども、まあ、もちろんねジャストで着ていただくのが一番スッキリはしますが、まあ、その辺はねお好みに合わせて選んでいただければいいかなと思います。でこちらがねあの最初にご紹介したシンチュラのスナップティーの方の無地の方ですね、まあ、黒特にね個人的にはおすすめなカラーとなってまして、この黒にねこのブルーの配色っていうところがすごく、インパクトもあって程よくデザイン性もあってでも子供っぽく見えないというところが個人的にはすごく、推したいポイントとなっております。まあね柄物もいいんですけど結局やっぱりこう飽きそうな感じかなと思われる方はやっぱりこう無地の方に手を出していただく方がいいんじゃないかなと思います。まあこれはね本当にこの黒なんですけどもこのブルーがあることによって全くねこう重く見えないというところが一つポイントのカラーとなってるんじゃないかなと思います。まあ着心地とかはねもう先ほどもお伝えした通りもうめちゃくちゃいいのはいいですのでもうその辺はね間違いないんですけども、でこれが M サイズを着用してるんですけどもさっき S 着てたんですけど、まあM だとね結構腕周りとかあの肩の後ろのとことかですね結構ゆったりはするかなっていう感じですね。まあちょっとこう袖口がね結構グシュグシュっとなっちゃうんでこうなるとね少し見え方っていうところはあんまり綺麗にならないので、まあその辺はねお好みにもよってくるかと思うんですけども、やっぱりジャストで着ていただくのが一番綺麗は綺麗ですけども、まあ、ちょっと緩めで着たいよっていう方でしたら、まあこれぐらいでしたら個人的には許容範囲かなと、勝手に思っております。まあ、これもね本当にやっぱりこうネックのところもねこのブルーのさシールがちょっとね効いてる感じですごくねこうオールブラックのコーディネートでもなんかこう重く見えすぎないという感じにはなるんじゃないかなと思いますので、ぜひぜひこちらもチェックしてみてください。はい、ということでですね今回ご紹介してきましたパタゴニアのシンチュラのスナップティーの方ですね、総柄の方を今回ご紹介してきたんですけどもいかがだったでしょうか。まあ、少しでもねこの動画がいいなと思っていただければ高評価チャンネル登録の方ぜひぜひよろしくお願いいたします。もうね本格的に気温もね下がってきてそろそろねアウターであったりちょっとね冬のアイテムというところを揃えていく時期にはなってくるかと思いますので、まあそういったねお買い物の参考にでも少しでもなれば個人的には嬉しく思いますのでぜひよろしくお願いいたします。ということで次の動画までまたさようなら。